2002年の JRA 賞最優秀4歳以上、ボバ。2001年の菊花賞と、有馬記念。2002年の天皇賞に勝利した。主戦騎手は、海老名正義。1998年3月5日、北海道千歳市の八代大ファームに生まれる。父は日本で13年連続でリーディングサイアーに輝いた、サンデーサイレンス。 母のサトルチェンジはアイルランドサンバで本馬は同馬の第四子になる。出生時から心身両面ともに弱さがあり、牧場関係者や後の管理長教師、小島太氏の間では奥手のタイプであるという見解で一致していた。小島によるとそれでもダービーという夢を描いていた馬だったといい、託す機体の大きさが次第になんとか走らせなきゃ。 という重圧に転じていくのを、あの頃は感じたと回想している。セレクトセールでは1億3000万円で、不採地の看護で知られる、関口不さに落札された。八代大ファーム繁殖担当の千葉秀明によると、マインハッタンカフェは同期のセール上場場の中でも、馬体の良さは抜けていたといい、また青影の馬体に白い流星があるという特徴は、 父のサンデーサイレンスを彷彿させていたと振り返っている。その後、西川清と八代大ファームの吉田照也の共同所有となった。そのため同馬は市場取引場に関する優遇が受けられなかった。デビュー戦は2001年1月29日、東京芝2000メートルの新馬戦に出走し、2番人気に支持されたが3着。 初勝利は2戦目の同年2月11日、東京芝1800メートルの新馬戦で、単勝1.7倍という断然の人気に応えて、勝った。しかしこの頃は、体質が弱く、続く、弥生賞では、馬体重を前走より20キロも減らして4着、続く、アザレア賞でも、さらに馬体重を16キロも減らした末の11着となり、 春のクラシックには出走できずに休養に入った。休養明けの復帰戦は札幌のフラの特別。放牧明けで馬体重をアザレア賞の時からプラス46キロと大幅に増やした状態ながら一番人気に押されて勝利した。小島はこのレースの前に周囲に対して喫下賞を取ると公言したという。続くアカンコ特別では 小場相手に一番人気で勝ち、秋の上がり馬として、喫下賞戦線に名乗りを上げる。トライアルのセントライト記念では4着に敗れたが、喫下賞では、逃げた、マイネルデスポットを、ゴール直前で、差し切り優勝、GI 初勝利となった。続く、有馬記念では、GI7 勝のテイエム・オペラオや、そのライバル名称ドトーラを破り、GI2 連勝を果たした。 有馬記念で記録した上がり3回33.9秒は、中山競馬場の2500メートル戦で確認されていた、当時の最速の上がりであるだけではなく、2005年の湾岸ンンステークスまでは、中山競馬場の2500メートル戦で確認された、唯一の上がり3回33秒台であった。なお、2着に最低人気のアメリカンボスが入って満、馬券となり、 マインハッタンアメリカンと同年に起きたアメリカ同時多発テロ事件の時事問題にかけた名前の馬二頭でサインバ券だと話題となり翌年の有馬記念の予想でもこのことが大きく取り上げられていた GI を2勝したものの同世代で日本ダービーとジャパンカップを制したジャングルポケットが年度代表馬及び最優秀3歳母馬に選出され JRA 賞受賞はならなかった 翌2002年の初戦は、有馬記念と同じ中山芝2500メートルの日経賞。単勝1.2倍と圧倒的支持を受けたが、アクティブバイオの6着に敗れた。しかし、自走の天皇賞では、ジャングルポケットや、2年連続天皇賞3着の、菊花賞優勝馬成田トップロードが出走し3、強対決と言われていたが、マンハッタンカフェが優勝し、 G.I.3 勝目を挙げた。結局、対ジャングルポケットでは2戦負けなしだった。管理調教師の小島太は、騎手時代には、菊花賞、有馬記念、天皇賞を勝てなかったが、同馬をもって調教師として、勝利を挙げたこととなった。また、マンハッタンカフェは、3歳児に、菊花賞と有馬記念、4歳児に、天皇賞を勝利した。 これを成し遂げたのは他にシンボリルドルフだけである。同年秋にはヨーロッパに遠征し、10月6日、ロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞に出走。これは吉田テルヤの強い馬を世界で走らせたいという希望によるもので、これに長教師の小島も同調。共同オーナーである西川は遠征に反対したものの、2対1じゃ仕方ないと最後には、 遠征に同意したという。ただ同レースでは5番人気に支持されながらも13着に終わった上、レース後に屈建炎を発症したことが判明し引退した。同年は天皇賞を制したことが決め手となり、JRA 賞では最優秀4歳以上ボバを受賞した。本節ではマンハッタンカフェの気象やひずめなどの身体的特徴をおび、 シンボリルドルフ以来となった功績について記述する。気象については、ヤシロ大ファーム育成担当のサルクラオサムは、同牧場の千葉旧舎にいた時からスタッフが手をかけて、きたことで、人間が側にいたら安心するというのか、人に対しては非常に従順でしたと振り返っており、シュボバ時代にマンハッタンカフェの種付けを見学したことがある。 競馬エイト記者の鈴木幸子によると、ダバが荒々しく迫る中、繁殖品馬に対して、とても丁寧で、長距離向きの優しい気象が現れていましたと評し、これが、産区に、母系の良さも伝えたのではないかと述べている。ただし、厩務員の松本重春は、とてもプライドの高い馬ですねと評し、入球時は、若さや、 幼さが残っていたことでそうした気配も伺えるという程度に感じていたものの成長してキャリアを重ねるにつれてどんどん風格が備わってきましたと語り馬を扱っているというよりも自分が扱わせてもらっているという気分にさせられるようになったというまた人間や他の馬に対しても威嚇する姿勢を取り噛む、蹴る、暴れるという悪さを一通りやるためこれは サンデーサイレンスさん暮らしい激しい性格をしていると述べ、小島良太も普段の性格は強情っぱりで、この馬の性格をよくわかっていて、慣れている人間でなければ扱うのが大変。そんなタイプの馬ですねと述べている。小島太は、ゆったりとした走りと一体になった切れ味が、マンハッタンカフェの武器であると述べている。エビナ・正義は、 外見とは裏腹に実はとても繊細という印象を持っているといい、周囲の人間が気遣ってやらなければならないことが多い、ため、スタッフの方は大変だと思いますよと述べている。しかし、レースに出ると、そのような面を全く見せないといい、走るという場面では余計なことをせず、絶対と言っていいほど、力んだり無気になったりもしないといい、道中は、 ぼーっとした印象を受けるほど、冷静ながらもゴーサインを出せば鋭く反応するため、道中のため、が効くから、直線であれだけの切れ味、爆発力を発揮できるのでしょうと述べ、乗る立場からすると、こちらの思い通りに動いてくれる、本当に乗りやすい馬なんですと評している。マンハッタンカフェのひずめは、皿のように薄くて、平べったいひずめであった。 それが4歳になった頃状態が悪化、小島やスタッフを悩まし続けた。4歳初戦の日経賞では、その影響もあって6着に敗れている。自創の天皇賞を前に、小島太氏は、マスコミとの接触を意識的に避けるなど、不可解な行動の連続であった。小島太氏はこの時のマンハッタンカフェに関して、 ひづめや頭骨の状態が思わしくなく、回避するか否かをずっと悩んでいた。中途半端な状態で走らせるわけにはいかないから、それで、マスコミとの接触を意識的に避けた。もともとひづめが薄い馬で、実はかなり前の段階から、ありうできて、想定士も苦労した。自分としては、菊花賞ありま記念を買って、満足だったが正当な評価をされなかった。 その悔しさから問題を抱えているのを承知で無理を強いたかもしれない。我慢して期待に応えてくれたと語っている。マンハッタンカフェは3歳時に菊花賞を勝利した後、有馬記念を制覇している。そして次年の天皇賞に出走してジャングルポケットや成田トップロードの猛追を振り切って見事勝利を収めた。 この菊花賞同年有馬記念次年天皇賞を3歳4歳児に3つとも勝利したのは2021年2月現在マンハッタンカフェとシンボリルドルフの2頭しかいないマンハッタンカフェとシンボリルドルフと同じく菊花賞同年有馬記念次年天皇賞というローテーションを歩んだ馬はこの2頭を含め2021年2月現在合計8頭いるがそれらの場名 有馬記念後から、天皇賞までの成績、レース内容の概略などをまとめた表を下記に示す。上記の表の比較対象として、菊花賞勝利から有馬記念敗戦そして、天皇賞勝利という馬は、2021年1月現在まで9頭が、該当、それを下記に示すと、うちのレース名は、前哨戦、菊花賞から有馬記念を連覇した上記の表8頭の、 翌年の天皇賞の成績は、1着2等、3着1等、5着以下3等、不出走2等となっているのに対し、菊花賞勝利から有馬記念敗戦、または不出走の9等の翌年の天皇賞はすべて勝利を収めている。また、前者と後者のその後の戦績を比較すると、前者の天皇賞後は、シンボリルドルフ、マヤノトップガン、オルフェーブル、 ゴールドシップが GI レースを勝利したが、石の光る、ナ成田ブライアン、マンハッタンカフェ、佐藤のダイヤモンドが GI 未勝利に終わり、その後のレースでも出走取り消しや掲示板内、二桁着順の大敗などがあるなど、それぞれが天皇賞及びそれ以降のレースで順調さを欠き、競争成績も安定しているとは言い難い状態になっている。それに対し、 後者の9頭は、北の王と竹ホープを除き天皇賞後の GI レースを1回以上勝利している。また、ライスシャワーとヒシミラクルは、勝利に恵まれなかったり、脚部不安から長期休養するなどで、順調さを欠いたりもしたが、他の5頭は、特に大きな故障もなく順調にレースに出走、勝利もしくは2着、負けても掲示板確保という好成績を収めている。 菊花賞から有馬記念と連勝した馬の順調度と、菊花賞勝利から有馬記念敗戦、または、不出走の馬の順調度が違うのは、上記の両者各馬の戦績の比較や、JRA における GI 競争の中で、菊花賞は3000メートル、有馬記念は2500メートル、天皇賞は3200メートルと競争距離が1位から3位の競争であることから、 前者の馬にとっては過酷な負荷であり、順調さを奪っていると言える。3歳児の菊花賞をトップで走り抜いた後、小林一千球が集まる有馬記念に続き、4歳春の天皇賞を制覇する馬は、マイハッタンカフェとシンボリルドルフの2頭しか、例のないレアケースとなる。しかし、その負荷は大きなものとなり、その後は両馬とも決して順調ではなかったが、 その負荷を厭わず、JRA の GI 競争の距離1位から3位のレースの3連勝をマンハッタンカフェとシンボリルドールフは成し遂げたのである。2003年より、ヤシロ大スタリオンステーションで種ボバとして強要されている。2006年に初年度3区がデビューし、2007年には第二世代目にあたるオリエンタルロックが3区初の重賞制覇、2009年には 第3世代目のジョーカプチーノが GI 発生覇を遂げた。サイヤーランキングでは2008年にベスト10入りを果たし、翌2009年にはリーディングサイヤーを獲得した。また、2歳リーディングの方でも2008年に5位、2009年に7位、2010年には10位と、3年連続でベスト10入りを果たした。 他のサンデーサイレンス自家子の種ボバが短距離、長距離、ダートなど、得意条件が明確化していたのに対し、本馬は、短、中、長距離、芝、ダート、オータム、ウィンター、ボバ、貧馬問わず活躍場を排出し、父サンデーサイレンスの長所であった、背後相手の長所を引き出す、和合性を受け継いだ数少ない存在であった。 2015年に入り、体調を崩し、約80頭に種付けを行ったが夏以降は、衰弱が著しく、8月13日、八代大スタリオンステーションにて放牧中に、復旧内主要のため死亡した。2017年9月3日、コクラゴアールを、名称鉄根が勝利し、3区が、史上18頭目の JRA 通算戦勝を、達成。太字は、 GI 競争社大グループ創業者の吉田善在を題材に2004年に関西テレビで制作され全国放送されたドラマ運命の出会いサラブレッドにかけた夢に父親であるサンデーサイレンス役で出演した。ありがとうございます。